12月13日競艇界を舞台に若い女性レーサーたちの青春を描いた劇場用映画フライング飛翔の撮影が小雪のちらつく平和島競艇場で行われました。会場としていきます。このフライング飛翔は自他ともにボート好きを認める横山やしさんの構想による映画で、笹川会長もあいにくの天気を吹き飛ばすような熱演ぶりを披露しました。カチンが鳴ったら手がフック入ってそれでカチンが鳴ってそれで手をよーあばっ、はい、おめでとう。どうもあばっす。木村は一生懸命ね、ファンの皆様からね、満足してもらうような競技をやってるけど、はい、それによって今日は初めての映画出演ということですか。そうですよ、初めて。わしはね、日本の青少年のためにね、誠にね、必要な映画である。でわしも出てくれよ、よしとね、そんなこと小道前に出たことないけどね、日本のためになるこの映画だから。